皆さん、RNDC 酒ショー&バーチャルツアー2021にようこそ。私は栄光富士の当時、加藤光大です。私の酒蔵は創業1778年、今年で243年目の日本の東北地方にある山形県の酒蔵です。お酒の銘柄は栄光富士。アメリカの皆様には万龍、本から、上等純米、生酒純米吟醸をお届けしております。2020年度の製造割合といたしましては、純米大吟醸 54%、 純米吟醸 15%、 純米酒 20%、 純米酒のカテゴリーだけで 89%、 その他の割合が 11% となっております。今回ご紹介する商品は栄光富士の本からです。酒質としては本醸造タイプです。まず一つ目のポイントとしては、栄光富士の本醸造はすべて米由来のアルコールを使用しております。少しコストは高いですが、栄光富士としてはお客様にはすべて米由来の商品をお届けしたいと考えております。2つ目のポイントは柔らかい旨味です。辛口の商品ですが、すっきりとした後味とともにしっかりとした米の味わいが感じられ、様々な食事と合わせやすい商品となっております。